まあなんだかんだ仲いいよ。10年だからね。空気みたいな感じ。じゃあ謝んなくていいんだけど、どういう気持ちでって、それ意味が分かんなくて。やっぱまあお酒好きだな。でもなんか思ったの、なんで私が爆発変な酔い方するかって、やっぱ安定してないからじゃん。でも今安定してるから変な酔い方はしない。あ、特に落書きじゃないんだよね。いや、火消せ。ただでもさ、私って人の悪口言わなくない？これこれちょちょちょ。いや、知ってる、もう大丈夫。まあ、口は悪いけど、人の悪口は言わないんだけどね。そう、なんか別にそれって自分で気をつけてるわけとかじゃなくて、うん、いや、ケイタ絶対知ってるじゃん。ケイタストーカーだからもいいの。これご飯あったらうまかったやろな。いや、悪口言っててもね、なんか そんな、なんか虚しくない、うん、悪口って、うん、あ、見てたんちゃちゃまる。いや、私それちょっとなんかギャグも踏まえたんだよね。なんかそれ逆に私が言われても、まあでも自分に置き換えるのも良くないよね。いや、普通の女の子だったら傷つく。アイフちゃんも前のこと性格いいって。あの、エイフちゃんも絶対いい人だと思う。あ、ありがとう、夢は。なんか、エイフちゃんっていつも、なんか、誰かとコラボするときに、なんか、仲裁役になってるイメージ。指輪ナイス。あと33ナイスお願いします。33ナイス行ったら寝ようかな。250で、うん、そう。でもなんつうの、それちゃちゃまるが言ってた、それも よくないね。だからブラックジョークが過ぎちゃったね。まあ、28です。危ないって、これ食ってるよ、服。めっちゃ知ってるよ、全部。で、前最初は23って嘘ついてた。で、バレて28って、カミングアウト。あ、ミキちゃん前も好き。あの、前ね、女配信者だと、ミキちゃんと眠りちゃん見てる。で、ミキちゃんは、まあ前々から知らんだけど、眠りちゃんは、なんか前の配信すごい見てるって言ってて、前もねむりちゃん見てみようって思ったら、ねむりちゃんのこと好きになった。アプリひどくない？ケイタもひどくない？嘘でしょ？若く見える、それガチなの？いや、むしろ私23ぐらいっていうスタンスでやってきてるから、23でもう、あ、肌年齢もストップしてるしね。あ、地元近いんだ。地元？エイフちゃんが今住んでるところ？エイフちゃんと一緒にお酒飲みたいなって話してたんだけど、遠いんだよね、うちから遠いんだよ。で、できたら
なんかこう大きな都心で待ち合わせしたいんだけどね、お互いが行きやすいとか。でもやっぱ舞はこうやっぱ後輩だから舞が行くべきなのかな。こうサラダ作ってくるね。今作るの？いや危ない。冷蔵庫入れときいいや。いやいやこれ危ない。うん、じゃあ作っときなじゃ。うん、じゃあね。じゃあね。でまゆあれ。うん。ダメダメダメ。あやばい。足が痛い。あい。でもなんだかんだうちら仲いいでしょ。ねまゆさんね、本当に28、そんなにババアに見える？ショックだな。でもこれだけは言わせて、まゆ、あの実物の方が絶対可愛いと思う。ありがとう。そう、まゆだからケイタ見たことあるじゃん。でケイタもし私が実物と違かったら多分ここにいないじゃん。でも多分画質をこう超えちゃってるわけじゃん。だから画質っていう領域を超えてしまってるからケイタが今ここにいるみたいな。だからケイタが言ってくれたら、そうなんだってなるから言って。会った時どうだったの？言って。でも確か私ケイタって私一回も目合ってないと思うよ。なんかずっとゼロワン見てたでしょ。で会って5秒で解散したからね。宝石ナイスありがとう。あ、220ナイスいった。あと40ナイスお願いします。え、あと30ナイスお願いします。ゼロワンに夢中だった。え、うざ。え、なんか眉好きって言って本当は そっち目的みたいな。まあね、結構嫉妬深いからね。なんでみたいな、なっちゃうね。おかしいかな。だからの、あの飲み屋で働いてるとするじゃん。あのお客さんとかがさ、あの他の店行ってきてからのうちに来たってなると、え、なんでってなっちゃうんだよね。え、なんで行ってきたのとか言って。束縛期なんかな。コメント止まってるよ。やばい。ね、試しにさ、タヌキやってみてもいい？試しに。正直ちゃんと見て。嘘つけよ、ケイタ。嘘つけよ。待って、白昆布ってタヌキしてって言ってるじゃん。絶対にアンチでタヌキで叩こうとしてるよね。いや、だって、いや、なんかね、なんつうの、たまに楽しいんだよ、タヌキって。で、あと前ね、ブロックっていう技を覚えた、最近。マジで。ただブロックっていうのを覚えたけど、一致団結されちゃうと負けちゃうね。でもそこでリスナーさんがコメントを頑張ってくれたら勝てるんじゃない。でもいつかは、あのね、いつかはタヌキばっかりでやりたい。
わかる？エイフちゃんとか、ねむりちゃんみたいにタヌキでやってみたい。そんなに嫌われてんのかな。俺は寝る。ありがとう指輪。週末も仕事って大変やね。え、週一休みってこと？考えられないわ。まゆ、収録働いたこと人生でないわ。うん。あ、金もくとかハンフックってたんか。ああ。まあそうだね。金目か。金目。そう、たまに昼夜やる。あ、たまに逆転してんの。ありがとう、ジュエリークマちゃん。ありがとうね。あと36ナイス？あと26ナイスか。お願いします。金目ってさ、金目じゃない、なかったけどね。金目、そんな買ってもらってなかったしね。だ3ヶ月前に買ってもらった。だからそっから買ってもらってはなかったし、もし本当に金目だったら、じゃあ買ってから別れてたんじゃないって。でもやっぱり、ハニーのことが大きかったからね。無理じゃん。計算、やっとできた。じゃあなんかね、急にできなくなる。例えば、なんか、ひらがなが出てこない。なんか、あのひらがなあるじゃん、みたいな。え、絶対いつもはわかるじゃん、みたいなテンションで出てこなかった。あ、眠くなってきた。あ、ラブレターちゃんありがとう。いや、ラブレターちゃんもあれじゃない、眉サイド分かるっしょ。まあなんか、なんつうの、こう行動で見るみたいな。でなんかそれ言われたら、まあそれも行動じゃん。あ、じゃあそれぐらいの気持ちがあるのかなっていう。なんかそれ以外なんか思いつかなかった、自分でも。でもなんか反省点で言えば、なんかそもそもなんかそのチャンスをあげるとかさ、なんかそれ自体がまず間違ってたんだと思う。だってチャンスあげたところでやっぱ繰り返すよね、人って。さやないしない。前もあんまり恋愛してないかな。そうそう、なんかそこが前の反省点かな。その言葉では何とでも言えるじゃん。またその言葉では、で言葉とその結果を、行動を言われたから、そうなの、そっかみたいな。ああ、そうなんだね。まあでも前もほらすごい怒っちゃうと腹パンとかしちゃったりするから、まあ、そこはどっちもどっちだったね。まあ、なんかさ、すごいなんかもう殴りたくなるようなこと言われたらさ、でもやっぱ手出しちゃいけないしね。
そしたらもう相手と一緒じゃん。ああそうだ、ちゃちゃやっぱそうだよね。うん、え、生まれて初めてだよ、N ちゃん生まれて初めて。てかなんで N ちゃんはそのサムネラなの。で最初は好きなのかなって思った、うん、だからもうなんつうの、やべえ、で電波がないな、これ大丈夫かな、ちょっとしたい、あ、ガリバーさんありがとう。まゆさん、またね、ありがとう。おやすみ、ゆっくり休んでね。